いよいよ、坂江自動車株式会社は、京都市のタクシー会社。八坂という言葉は、万歳に意味が近く、めでたい意味で使われる。また、八坂は、京都の有名な神社の一つである、八坂神社とも掛け合わせている。京都市内を走る四葉のタクシー八坂タクシーは、三葉のクローバーを、シンボルマークとしており、三葉タクシーの愛称で呼ばれているが、 営業者1400台のうち4台のみ、クローバーのマークが4つようになっている。三つ葉のマークに落ち葉がくっついて、まるで4つ用のクローバーのように見えたという利用者の当初により、4つ、用タクシーが導入された。4つ、用タクシーは、予約は受け付けず、またタクシー乗り場で待機することもない、流し専門のタクシーである。乗車すると、記念乗車証をもらえる。 この4つ用のタクシーは幸運のタクシーとされている。関西ローカルの番組で何度か同社に取材が行われ、いずれの番組でも4つ用のタクシーは営業者約1400台のうち4台のみと紹介されている。ただ、ネット上にはナンバーの異なる4つ、用タクシーを6から8台を目撃したとの情報もある。このタクシーへの乗車記念としてもらえる。 記念乗車証がネット上にて高額で売買のやり取りが行われている。また過去にはアーティストとのコラボキャンペーンも展開されたことがある。ありがとうございます。